はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダージオデラックスディケイドコンプリートフォームライドウォッチを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。こちらは仮面ライダーディケイドのコンプリートフォームのライドウォッチになっておりますので、今回こちらを使って遊んでいきたいと思います。では箱の方を見ていきましょう。箱はこんな感じで仮面ライダーディケイドコンプリートフォームが映っておりまして、ライドウォッチがこちらになっております。横はいつも通り、時間ギレード、時空ドライバーで連打遊び、ブッドバソールガンバーライジングで QR コードを読み込んで遊ぶことができると書いてあります。で逆サイドもこちらコンプリートフォームが映っております。で裏は遊び方ということで、時空ドライバーで仮面ライダージオディケイドコンプリートフォームアーマーにアーマータイム。で2番、必殺技発動。で3番、単品遊び回して絵柄をチェンジ、ボタンを押して光る&になると書いてあります。ではこちら取り出していきましょう。はい、中身を取り出したらこんな感じで、こちらがディケイドコンプリートフォームライドウォッチになっております。こんな感じでディケイドコンプリートフォームのスーツカラーのような感じの色になっております。でこちらは最終フォーム系のライドウォッチなんでちょっと見づらいんですけど、ラメもしっかりと入っております。こんな感じですね。では見ていきましょう。こちらはデラックス版なので点面ボタンを押すこともできますし、こちらのカバーの回転もありますし、スピーカーはこちらにある感じになっております。こんな感じですね。でこちらには仮面ライダーディケイドのライダーズクレストと放送年月の2009と書かれております。こんな感じですね。で、カバーを回して、こんな感じで仮面部分を表すこともできますね。こんな感じです。では、裏面いきましょう。裏面は、こちら QR コードが109ですね。で、認識便はこんな感じになっております。では、音声確認していきましょう。絶縁シートを抜きたいんですけど、硬い。めちゃめちゃ硬。え、本当に？ああ、抜けた。めちゃめちゃ硬かったですね。では、聞いていきましょう。まずは1音目。コンプリートフォーム。コンプリートフォーム。では、2音目。仮面ライダーたちの真の力を宿した戦士、ディケイドコンプリートフォーム。おー、かっこいいですね。仮面ライダーたちの真の力を宿した戦士、ディケイドコンプリートフォームって音声ですね。おー、かっこいいですね。では次はこちらにしてもう一度聞いていきましょう。コンプリートフォーム。コンプリートフォーム。仮面ライダーたちの真の力を宿した戦士、ディケイドコンプリートフォーム。はい、こんな感じになっております。では時空ドライバーと連動させていきましょう。はい、時空ドライバーを準備しましたんで連動性聞いていきましょう。ではまずはこのディケイドコンプリートフォームライドウォッチ単体での連動性聞いていきましょう。では電源オンにして、時空ドライバー、時空ドライバー、コンプリートフォーム。では行きましょう。おお、音声がいいですね。最強は俺だ、ディケイドコンプリートって音声で、であとはファイナル仮面ライドって音声が入っております。いや、いいですね。このファイナル仮面ライドちゃんと言いますからね。やっぱ最終フォーム系はちゃんとこういう感じの音声が入ってるんで素晴らしいですね。では必殺技、ディケイド、ディケイド、はい、ということで必殺技はファイナルアタックの音声が入っております。ではせっかくなんでジオライドウォッチとゲイツライドウォッチとも連動させてみましょう。はい、ではジオライドウォッチと連動させていきましょう。では行きましょう。ジオ、ジオ、コンプリートフォーム、コンプリートフォーム、行きましょう。変身。はい、こんな感じになります。必殺技。
はい、ジオライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。はい、では次はゲイツライドウォッチと連動させていきましょう。では行きましょう。ゲイツ、コンプリートフォーム、コンプリートフォーム。では行きましょう。変身。はい、こんな感じになります。では必殺技、フェイスタイム、ディケイド、タイムバースト。はい、ゲイツライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。はい、では最後にディケイドライドウォッチにディケイドコンプリートフォームライドウォッチを刺してみたいと思います。さあどうなるのか、せーの、ファイナルフォームタイム、ディケイド。おお、なるほど、ちゃんとディケイド扱いなんですね。ディケイド、ファイナルアタックタイムレイはい、というような感じになっております。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダージオデラックスディケイドコンプリートフォームライドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。いやー、ディケイドコンプリートフォームライドウォッチはいいですね。相変わらずディケイドらしい音声というか、最強は俺だって言ってますからねいやーすごいですね。さすがディケイドって感じの音声になっておりました。はい、ということで、とりあえずあと一般販売では兜と電王の最終フォーム系のライドウォッチが発売されるはずなんで、確か今月末の土曜日に発売されると思いますんで、また買ってきたら動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。